ぐ退陣。安倍政権は今すぐ退陣。強行採決絶対反対。強行採決絶対反対。戦争法は絶対反対。戦争法は絶対反対。皆さんこんにちは。昨日もたくさん僕らはいいことというかね、島を守るためのやらなくてはいけないことを聞きました。でまた今日ここでやっぱしやらないといけないと思った方がたくさん集まっていただきました。日に日にですね、本当に5月から小さな、我がですね大きくなってきている感じがします。やっぱし19日の水の会では将来どうしたらいいかっていうのが分かりました。で昨日はですねどうして自分たちが自分たちの力で、外からの、ね、力で自分たちが犠牲になるのかというもうこれは許せない話を聞きました。もう納得できるんです。今行われていることがでそれを知ると行動ができると思います。自分たちが理不尽な中でね生きて生かせるのか自分たちで決めるのかという昨日が本当に大きな、波になるための一日だったと思います。それから今度はその波をですねもっともっと大きな波にするためには昨日そして今日集まった方がやるべきことを周りのですね、知らない人に気づかせてあげる。それがでも大事かなと思います。一人が一人に一人が一人にそうするとおそらく1ヶ月ぐらいではですねもうあっという間に住民のほとんどの人に賛成反対関係なく自分が気づいたことをですねこんなだよということを教えてあげる。わからない人が多いということです。だからそのためにはですねこういう機会を利用してそれで声を上げて大きな声を上げてですね嫌なものは嫌いいものはいいという正しい情報をですねお互いが身につけて頑張っていきましょう。19日のですね会合には300名近い方が来ていただいて101名がアンケートに答えてくれました。本当に財産です。で何が大事かというと都の自然をやっぱし将来につないでいきたいというこの思いがやっぱりたくさんありました。でこの島はですね本当に素晴らしい島なんですよ。僕ももうこの機会に知ったことがたくさんあります。その島をですね自分たちの今の時代で終わりにしていいのか。僕たちは自分たちで楽しい思いをいっぱいしてきたのに、ね、これからの人たちにそれをね、繋いでいかないいけないそれをしないといけないのにそれをやめていいのか。もうその思いがほとんどでした。で壊すこの戦争っていうのは壊すんですよ。破壊です。もう理由はともかく破壊です。殺すか破壊壊すかです。これは普通人間がやってはいけない行為の一番最大のやらないやってはいけない義務というかねやってはいけないこのものですよね。それを簡単にこの僕らの島にそういう人を殺すための基地を作るというのはそれは許されない。それを声を上げてですね止めましょうということで長くなりましたけど、またあとね今日日本全国でこの会があるそうです。200万人目標という上田さん の昨日の、ね、声付けもありました。おそらく集まると思います。はい、じゃあ次またつなぎます。はい、頑張りましょう。はい、昨日伊波洋一さんのお話あるいは三上知恵さんのお話を聞きまして、戦争法案とそれから辺野古の基地建設そして宮古島へのミサイル配備これは根っこが一つだということがよく分かりました。国会を見ていてですね安倍総理のあの答弁を聞きますと本当にイライラします。いわゆるあれだけたくさんの憲法学者が今の法案については安保法案については憲法違反だよと言っているにもかかわらず憲法学者に平和が守れるか国民を守るのは自分政治家だとこんなね傲慢な言い方をしている。本当にわずかしか憲法学者の中でも安倍総理を支持する人はいないわけですから何百名の中でなんか2、3名ぐらいしかいるみたいでありますけれどもでも圧倒的多数の
あの学者がですね、しかも日米安保についても賛成とか、あるいは憲法についても変えてもいいのではないかという学者が見てですね、これだけたくさんの学者の皆さんが今の法案については憲法違反であるということを言っていることに関して全く聞き耳を持たない、このことを本当に怒りを持って抗議したいと思います。今日は東京で10万人の方々が集まってこの集会を開いているそうです。そして全国では全国では100万人の方々が結集して、今日は2時、3時、4時と一斉コールを上げることになっているようです。で、やはり法案の話をよく聞きますけれども、今までは非戦闘地域しか自衛隊は派遣しないと言っていたものを、これを取っ払って地球の裏側まで行って戦争、アメリカと一緒になって戦争する、しかも後方支援だから自衛隊は危なくない、リスクはないなどと言っている、とんでもないことです。だからこういった戦争、憲法違反、そして戦争につながるようなこういった法案、これを絶対通してはならないと思いますし、これが通ることによって宮古島のその自衛隊、伝統が要塞か戦争の島になっちゃう、そして標的にされちゃう、そのことは昨日の伊賀さんのお話の中でもよく分かりました。みんなで力を合わせて戦争法案の廃案に追い込むまで、みんなで声を上げて頑張っていきたいと思います。頑張りましょう。